皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日はですね、レビュー動画ご依頼第6弾ということで、カニフィルターさんよりマビックエア2用 PL 付き ND フィルター4枚セットと、なんとハーフ ND のフィルターをお預かりしました。ありがとうございます。早速ですね、ご提供いただきましたので、こちらの方をレビューしていきたいと思います。個人的にこのハーフ ND がですね、ドローンにも使うっていうことで、ちょっと気になっております。早速開封してみていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。さあ、まずは ND フィルターの4枚セットの方ですね。PL 付き、この回せるタイプですね。ND8PL と書いてます。カニというね、ロゴも入ってます。で、他がこのような感じです。おー、微妙にほら、濃さの違いが分かる感じがします。かっこいいですね。黒ですね。がっつり黒です。軽い。軽いですが、もちろんしっかりしております。それではこちらのハーフ ND ですね。よいしょ。ほう。ロゴが違いますね。ここにロゴが入っています。 S-GND0.9。 あ、ほら、うっすら、ほら、わかりますか？半分上濃くなってますね。これがハーフ ND ってやつですね。さあ、このソフトのハーフフィルターですけれども、一体どのような効果が現れるのか、早速見ていきたいと思います。ND8 装着で PL 効果が一番少ない状態で撮影しています。海面の反射が見れるかと思います。これを ND8 の PL MAX の状態にダイヤルを回して撮影するとかなり効果はあるようですね。この2つを比べてみました。このような違いがあります。海面の反射がこれだけ抑えられるっていうのはすごく効果があると思います。ちなみになんですけれども、以前紹介したフリーウェルさんの ND8 PL MAX 状態です。で、カニさんの ND8 PL MAX の状態、少し違いがありますかね。フリーウェルさん、カニさん、フリーウェル、カニさん。カニさんの方が真ん中ぐらいまで透けてるように見える気がしますが、いかがでしょうか。で、カニさんのフィルターで ND16PL MAX の状態で空から撮影しています。海が透けてますね。海面のキラキラがだいぶ抑えられてるように見えますが、いかがでしょうか。この PL の効果の違いは、撮る被写体によっては映像の印象が随分変わりますし、こういった海面のキラキラを抑えたい時はかなり有効だと思われます。カニフィルターさんですごい便利だなと思ったのが、この外側のラインとダイヤル側のラインを合わさったポイントが一番 PL 効果が強く現れます。これ見て確認できるのですごい便利がいいですね。これがついてないと結構覗いて確認するんですけど、これがあることで非常に便利です。ちなみに一番効いてない状態はこの真下、こうやるか真上、真逆でも大丈夫です。適正露出 0.0 固定でシャッタースピードの変化を見てみました。フィルターなしだと1000分の1秒です。 ND8 で100分の1まで落とすことができました。 ND16 で30分の1、 ND32 は30分の1以下にすることができず ISO200 になりました。64だと ISO400。通常の撮影では ND8、ND16 あたりがメインになりそうです。続いて参考までにシャッタースピードを60分の1固定で露出補正の変化を見てみました。 ND8 はプラス 0.7、 ND16 でマイナス1、 ND32 でマイナス2、ND64 マイナス 2.7。 参考までにということですが、このようにしっかりとした効果の違いを得ることができると思います。気になるハーフフィルターを試してみました。空を広く映してみましたが、フィルターなしだとこのように太陽が白く大きく映ってますね。空も真っ白系になっているような感じの印象です。ハーフフィルターを装着すると太陽の白い輪郭も抑えられて、雲の模様が先ほどより見えるようになっていると思います。2
2つを比べてみました。このように風景とか撮る場合に空が多いとか、まあ、太陽が上半分に映ってる場合とかはかなり有効だと思われます。続いて僕もよく撮影する夕景なんですけれども、まずはフィルターなしの状態でこのような感じです。これでもね十分綺麗ではあるんですが、ハーフフィルターを使ってみたいと思います。このような感じ、まあ、ざっと見た感じ分かりにくいんですけど違いがですね、なので、まあ、ちょっとこの後2つを比べてみます。はい、いかがでしょうか。微妙に空の青みが増してるのが分かると思います。このほんの少しの違いが結果的にこだわりのあるいい映像につながるのではないでしょうか。というわけでカニさんの ND フィルターレビューの方をお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。まあ簡単ではありますけれども参考になれば嬉しいです。まあどうしても Mavic Air 2のカメラが F 値 2.8 固定ですので、 ND フィルター自体はまあ必須だと思われるんですよね。 ND フィルターで動画のフレームレートに合わせたシャッタースピードに設定して、そして PL 付きフィルターで海の反射を抑えて、ハーフ ND だと空の青みを増したりとか、あと太陽の光を抑えたりとか、まあそういったこだわりのある撮影をすることができると思われます。今回このような機会をいただきましたカネフィルター様、本当にありがとうございました。もしまた何かありましたときはぜひよろしくお願いいたします。それでは最後にですね、カネフィルター様のフィルターを使用した絶景動画をご覧いただきながらお別れしたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございます。